こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、2021年10月のオークションで感じたことということで、4つのテーマでお話をしていきます。1つ目、大目玉、大型金貨も価格上昇と不落に分かれていた。2つ目、フランスコイン主体だったが、50フランピエフォーとか1900年代が高い。3つ目、レアなルイドールは激高。4つ目、英国コインは小さくても高いエンジェルなど。ということで、4つのテーマについて話をしていきます。まあ、今日は、オークションネタですね。早速1つ目、超大型、大目玉の大型金貨っていうのが結構出ていて、それが価格が上昇したものと、あと不落、落札されなかったものに分かれていたので、ちょっと一部、ご紹介していきます。でまあ、こちら、MDC モナコのオークションで、出ていた、これが1848年の5フランですね。でこれは実はヘリテージオークションに出ていました。出ていたのが2021年の3月25日で、これが今日10月23日なので7ヶ月経ってこのコインがオークションに出てきたと。で2340万円が2550万円こっちのページですねで落札されたので 108.9%、 8.9% 値上がりしたというのがこの1848年のこの5フラン。でこの図柄覚えておいてほしいんですけれど、ヘラクレスと呼ばれている50フランとか10フランの近代リニアルモデルで、まあ私が結構好んで買ってるコインです。で次がこれですね、ちょっと見づらい、チャールズ2世の1679年の5ギニーですね。でこれがやはりヘリテージのパラマウントコレクションという非常に高いコインのオークションで1380万円だったものが1596万円ということで 115.6%、まあ、これ、さっきの7ヶ月で 15% の伸び率なので非常にいい結果だというふうに思います。で次がこちらですね、ウィリアム&メアリーの5ギニー1693年、これが3864万円でヘリテージのパラマウントコレクションとしてオークション出ていたんですが、これなんと不落。不落っていうのは不良の風に落ちる、落札されてないっていう意味ですね。なのでこれは残念ながらオークションで落札されなかったっていう感じです。多分もうちょい安くスタートしてれば落札したかもしれないんですが、25万ユーロスタートだったのでおそらく落ちなかったのかなという感じです。で次がジョージ2世の5ギニー、ね、写真は動画に貼れよっていう感じですけど、その時間がないんでちょっと今日はカタログでご説明。1731年のジョージ2世の5ギニー、これは、先ほどのヘリテージオークションのパラマウントコレクションで7590万円だったものが、今回この MDC モナコのオークションで7980万ということで 105% の伸び率でした。で次がちょっとこれ見づらいですけど、このとこですね、ここ、ウィリアム4世の、金打ちのクラウンっていうものです。こちらの方が1312万円が、4309万円ということで、これ実は、記入判定、ディテール判定なんですね。なので傷紋なんですが、これなんと 130% ということで、7ヶ月で3割値上がりしたのが今のウィリアム4世ですね。で実はこのウィリアム4世のこの金貨、非常に希少なんですね。ほとんど出回ってないので、まあ、状態も綺麗で傷物判定なんですが、さっき言ったように4309万円の価格がついています。で最後が、大目玉のエドワード8世ですね。まあ、エドワード8世、すぐ王様辞めてしまっていなくなったので、この四中華しか出てないっていう、まあ、伝説のコインです。でこちらの方が5ポンドですね。1937年の四中華金貨です。でこれが前にパラマウントコレクションヘリテージオークションで 2.62 億円2億6200万円だったものが、今回2億8000万ということで 107% の伸び率で落札されたということが1番ですね。1番長かったです。で2番目、フランスコイン主体だったが50フランピエフォーとか1900年代が高いということで、まあこの
MDC モナコってモナコなんでフランスの隣国なので、当然フランスコインがかなり出品とされていました。なので、まあ、安いコインもあるし非常にいいコインも揃ってるんですが、その中で、今回このさっきのヘラクレスのところで見せて、まあこれよく私が好んで買ってるビエホー、50フランだと102グラムかな、で10フランだと84グラムということで2種類あるんですが、このさっきの5フランのヘラクレスの近代版、要はウナライオンの近代版みたいに、このヘラクレス50フランと10フランも近代版がリニューアルされて出てるんですが、特に最高グレードのものが非常に高値になっていました。あとはここら辺ですね、見えますかね、この有名なロティさんの、このちょっと見返ってる美女みたいな形ですね、落ち穂拾いっていうんですかね、このコインもかなり値段が上がっていました。で3番目がレアなルイドールも激高ということで、まあ、ちょっとルイドールはいっぱいあるんでどれがっていうところまでお見せしないんですけど、やはりルイだと13世14世15世16世とするんですが、13世のものは非常に高く、あ、さっき1個お伝えし忘れていたんですが、8ルイドールが、フランスのコインで出ていました。8ルイドールっていうのはルイ13世のこれですね、この形のもの、これも出ていて、これは確か値上がりしていたと思うので非常に人気が高いコインでした。で4つ目が英国コインは小さくても高いエンジェルなどということで、エンジェルとかノーブルとか若干だけ出ていましたが、これもかなり高かったです。まあ、今日はこの MDC モナコの話中心で、もう一つガドリーと呼ばれるオークションも、昨日やっていて、あと今日もあるんで、そちらの方もかなり賑わうのかなという感じです。だいぶ喋ったんで、本持ってたんで疲れちゃったんですけど、そろそろまとめですね。まあ、今日は2021年の10月のオークションで感じたことということで、1つ目、大目玉大型金貨も価格上昇と不落に分かれていたということで、まあ、不落だったのは先ほどのウィリアム・メアリーの3864万円の5ギニーだけが不落で、残りのものはだいたい 5% から 30% 値上がりしていたので、わずか7ヶ月でイギリスの特に大型金貨というのは非常に人気になっていたというふうに思います。まあ、ちょっとヘリテージオークション自体の価格がかなり跳ね上がっていたので、この7ヶ月ぐらいでは大幅な上昇は見込めなかったんですが、まあそれでも高くなっていたような気がします。で、まあ、これおそらく出品した人は同じ人なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、これはただ私の思いだけなんで、まさかエドワード8世のさっきの 2.8 億円で落札されたものがすぐに出てくるとかって全く思ってなかったので、まあ、このような超大型の激レアな金貨がここまで短期間でオークションに出てくるというのは、まあ、非常に興味深い、オークションでした。まあ、私の感想としては、まあ、思ったよりも値上がりしないなという感じです。で、なぜならばその前が高かったという意味合いです。で、2つ目がフランスコイン主体だったが50フランピエフォーとか1900年代が高いということで、ルイドールかなりたくさん出ていて、ルイドールよりも今言ったような50フランピエフォーとか近代1900年代のピカピカの1オンス系もしくは3オンス系の金貨がかなり人気になっていました。で3番目がレアなルイドールは激高ってことなんで、まあ、ルイドール本当にいっぱい種類があるんですけど、今回かなり私も変えたので、またゴールドコインでご紹介していきたいというふうに思います。4つ目、英国コインは小さくても高いエンジェルなどが非常に高かったので、まあ今かなりコインなくなってしまっているんですが、まだ安いエンジェルとか、ゴールドコインにも並んでいるので、まあ、今のうちに買っといた方がいいよというぐらいこの価格上昇が起きているような、結果でした。本日の動画が、ためになった面白かったという人はぜひいいね高評価つけていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想とかいただければ、動画にもできますのでぜひうまく使ってください。あと、今この動画の最後に QR コードと概要欄に URL が出るんですが、 LINE のご登録
していただいた人に私から週1回 LINE のご案内が行くということと、動画が1本ついていて、動画を見た人に私と30分間 Zoom オンラインで個別相談っていうのをやっています。まあ、どのコイン買えばいいかとか、どれが値上がりしますか、どう売ればいいかとか、まあ、いろんなご質問あるんですが、まあ、YouTube のコメント欄では質問しきれないと思うので、ぜひまあ本を買って、動画を何本か見た人はうまくその個別相談を使っていただければと思います。あと、まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。